どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日もね、新作映画1本ご紹介したいと思いますよということで、タイトルはね、ちょっと可愛いですね。墓を破ると書いて、パミョ。可愛いですね。パミョ。キャリーパミョパミョ。なんかちょっと、早口言葉でもなかなか言えそうもないんですけど、本作はですね、可愛い音感のタイトルなんですけど、これね、韓国のホラー映画なんですよね。で、この映画すごくて、なんでかというとね、なんと韓国で1200万人動員を達成して今ね、大ヒットしているんですよ。1200万人って、この手の韓国のホラー映画ではとんでもない数字で、34日間連続で全体ボックスオフィス1位を記録して、まあ、他にもね、いろいろと記録を塗り替えているそうなんですね。韓国ホラーで、まあ、一番有名な映画、新幹線ファイナルエキスプレスも、超えちゃったみたいです。でもさ、予告編を見る限り、そんなね、ヒットするような感じには見えないんですよ。まあ、映像が何たってもう全体的に地味なんですよね。そう、この映画ね、結構画面が暗いんで見にくいんですよ。で、地味なんですよね。キャスト陣はチェ・ミンシク、キム・ゴウン、イ・ドヒョンと、まあ、豪華ではあるけども、そこまで動員を稼ぐようなキャスティングなのかどうかはちょっと疑問なんですね。で、このパミョなんですけど、まあ、早くも2024年興行収入ナンバーワンと言われてはいるんだけど、そこまでの言うほどのインパクトがあるわけではありません。内容はオカルトホラーですね。まあ、ちょっとしたエクソシストものになりますか。まあ、よくあるストーリーじゃないですか。なんでここまで大ヒットすることになったのか。それについては、後ほど詳しく語っていきたいとは思います。監督はね、チャン・ジェヒョンっていう人で、プリースト、悪魔を葬る者っていう作品を手掛けていて、まあ僕はね、これ見てはいないんですけども、こちらもエクソシストものだから、まあこういったジャンルのホラーがお得意なんですかね。で、まずね、大雑把な感想なんですけども、この映画、かなりぶっ飛んでいます。で、映画ドットコムのこのあらすじを聞いただけで、あんな展開を予想できる人は、もうね、絶対いないというか、もう超能力者でもない限り、絶対にいないと思いますよ。とにかく、なんて言うんだろう、もうね、斜め上どころの騒ぎではありません。いや、まさか、こんな話になるとは思わなかったというよりは、いや、もはや頭がおかしいとしか言いようがないんですよ。普通、ホラー映画において、こういう演出とか展開で、頭がおかしいっていうのは、まあ、褒め言葉になるんですけど、まあ、確かにね、褒め言葉でもあるんだけど、褒められたもんじゃないんですよ。何言ってんのかもう自分でもよくわからなくなっています。キム・ゴン演じるファリムという女性は、ムーダンと言われる、まあ、いわゆるシャーマニズム、シャーマン、まあ、日本で言えば巫女みたいなもんですかね。で、彼女の弟子がイ・ドヒョン演じるボンギルっていう青年なんですね。で、彼らは2人でタッグを組んで、いわゆる悪霊払いで生計を立てています。でもね、よくこの手の映画にありがちな、憑依ってかね、まあ、カン・ドンウォン主演の憑依って映画をね、レビューしましたけど、あれはインチキでしたけど、こちらはインチキではありません。ガチの霊能力者なんですね。霊媒師なんですよ。そんな彼らが資産家一族から相談を受けます。何でもこの一族、跡継ぎとなる男子たちが謎の病に倒れるというジンクスに何かしらの呪いがかけられているのではないかというわけなんですね。で、ファリムたちは、すぐに、検証に入るわけなんですけど、どうやら問題の原因が、先祖の墓の反乱にあると気づきます。先祖の墓の反乱ですね。つまり、このね、お墓が悪い土地にあって、その居心地の悪さゆえに、葬られているおじいちゃんの霊が、まあ、悪さをしていると。だから、墓を掘り起こして、遺体を別の場所に埋葬すれば呪いは消えるだろうと一族に告げるんですね。
日本はほぼ仮想なんでね、ちょっとわからなかったんですけど、韓国は今でもね、結構に 25% ぐらいは土葬なんですって。で、土葬するとね、やっぱりこう、墓の位置によっては、なんかこう、風水的によろしくないから、呪いとか、まあ、悪いことが起こるとですね、また墓をね、一回もう一度掘り起こして、遺体を別の場所に埋める、いわゆる改葬というね、独特の習わしがあるんですって。まあ、日本ではね、墓を一回掘り起こして、それをこう別の場所に移すっていうことは、まあ、あんまりやりませんけど、まあ、韓国では結構あるのかな。で、その墓を移すにあたって、まあ、今ある墓をね、一回こう潰すというわけで、それがタイトルとなっているパミョということなんですね。はい、まあ、そんなわけでね、ファリムたちはこの資産家一族にお墓を移しましょうということで、そうなるとまたね、お墓をいい場所、またこう悪い場所に埋めたら元の木阿弥になっちゃうから、今度こそはちゃんとした、風水的にいい場所に埋めましょうということで、それでやっぱり専門家を頼るわけですね。それが馴染みの風水師である三徳と、あと葬儀屋の四軍のこの二人に連絡を取って、四人で問題のお墓を下見に行くんですよ。このお墓がね、またね、人里離れた山の頂に佇んでいる、たった一個だけね、お墓がね、佇んでいるんですね。で、その土を掘ってみると、中から祖父の棺が見つかります。ここでファリムたちが、まあ、鎮魂とかパミョの儀式を行うわけですね。まあ、とりあえず、お墓を潰しますよということで、このお墓は潰しますよということで、パミョの儀式を行うんですけど、でもね、なんかね、まだ今一つ呪いが解けてないみたい。そこで三徳はさらに深くそのお墓をね、もうちょっと深く掘り起こしてみると、なんと驚いたことにもう一つ棺が見つかったんですね。これを重葬と呼んでました。重ねる葬儀の葬と書いて、重葬と呼んでましたけど、まあ、韓国にはそういった習慣、習わしみたいのがあるんですかね。まあ、とにかくそのね、棺がね、ちょっとかなりでかいんですよね。で、有刺鉄線でぐるぐる巻きにされているんですよ。何かを封印しているみたいです。それが今回の呪いの元凶なのか。で、とりあえずその棺を病院に、まあ、運ぶわけなんですけど、これね、四軍の知人がこの中にはきっとお宝が入っているに違いないと思い込んで、なんと棺を開けちゃうんですね。そしたら邪悪な何かが飛び出してきて、彼らはとんでもないことになりますが、みたいな、そんな内容となっておりました。それじゃあね、これから詳しくレビューしていくわけなんですけども、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金2000円を満点として、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。2000円が満点で、評価は100円刻みです。映画パミョ、パミョ映画パミョ、評価額はズバリ1300円、佳作。まあ、ストーリー見てね、皆さんも思ったんじゃないかなと思うんですけど、ホラー映画としては凡庸なあらすじでしたよね。なのになんでこの映画がここまで1200万人もの動員数を上げるほどの、まあ、韓国で大ヒットすることになったのか、まあ、映画のクオリティが高かったっていうのも、まあ、あるのかもしれませんけども、もう一つささやかれているのが、ノイズマーケティングが成功したからだというわけなんですね。ノイズマーケティングっていうのは、いわゆるスキャンダルとか、まあ、炎上を利用して宣伝効果を上げる広報戦略の一つです。で、何がね、ノイズマーケティングかというと、本作は反日映画だと言われているんですよ。この話をするには若干ネタバレが必要になるので、この映画を鑑賞する予定のある人はここで視聴を止めた方がいいかもしれません。まあ、完全にネタバレ、まあネタバレしちゃうかな。うん、かなりネタバレしますので、もうネタバレをね、食らいたくない方はここで視聴を止めてください。よろしくお願いします。
いいですかね、ここでもネタバレしちゃいますよ。ね、いいですかね。で、本作には、本作に登場してくる悪霊なんですけど、これね、実は植民地時代の日本帝国が絡んでいるんですよ。その悪霊は日本の戦国武将で、なんかね、長編出兵にも参加して、まあ、豊臣秀吉の時代ですよね。朝鮮出兵にも参加して関ヶ原の戦いで敗れたみたいなことを言ってましたけども、この戦国武将名前も出てこないので実際にどなたなのかよう分かりません。そんな戦国武将の悪霊がなんと実体化して主人公たちに襲いかかってくるんですよ。なんかね、かなり大きな大柄の男で、甲冑を身につけてね、刀を振り回してくるんですよ。怖いよね。なんでもその富豪の問題とされるおじいちゃんが植民地時代、日本帝国の手先で悪霊の棺を自分たちの墓に隠蔽したって言うんですよ。この悪霊といってももうね、悪霊でもなくて本当実体化した甲冑姿の大男で、もうねめちゃくちゃ強い、まあ物理的攻撃をしてくるんですけど、めちゃくちゃ強いんですよ。力技で相手を血祭りに上げていきます。で、何やってもこんなね生身の人間が叶うわけないんだけども、まあいろいろ検証した結果、こいつを倒すには鉄の杭を抜くしかないってことを突き止めるんですね。鉄の杭、鉄杭ですよ。なんで鉄の杭？別にね、この物語鉄の杭が出てくるわけじゃないんですけど、なんでそんなね鉄の杭にこだわるのかなって思ったんですけど、これ実はですね、鉄の杭を抜く、なんでも当時の日本帝国が朝鮮半島の正気を断ち切るために、正気ってあの勢力の正に気ですよね、正気を断ち切るために風水上の壺に鉄の杭を打ったという、まあ、一種都市伝説があったんですよ。当時の日本帝国がね、朝鮮の勢い勢力を止めるためにあるその風水的な壺にね鉄の杭を打って、朝鮮半島の勢力勢いを弱めた、まあ防いだというかね抑えたっていう話があるんですね。で、実際ですね、キム・ヨンサムって大統領いたじゃないですか。このキム・ヨンサムさんは鉄杭を抜くための運動を当時マジで繰り広げたらしくて、全国の山を掘り起こして鉄杭探しを展開させたそうなんですね。だけどそんなもんをね言うまでもなく迷信で、まあ、確かにこの日本帝国日本軍が、打ち込んだという鉄杭も見つかったんですけど、それはただの測量用のものだったことが分かりました。つまり本当にただの迷信だったんですね。要は本作で描かれている鉄杭探し、この鉄杭っていうのは日本帝国軍の鉄杭伝説にこじつけて蒸し返しているっていうわけなんですよ。いわば本作で主人公がやたらとこだわる鉄の杭は反日アイテムに他ならないというわけね。じゃあ僕はこの反日描写、反日演出に対してどう思ったのかっていうお話をちょっとさせていただきますと、まあ、ぶっちゃけますとね、もう個人的なあれですよ、意見ですよ、試験ですよ、見解ですよ、目くじらを立てるような反日描写はなかったと思います。これはプロパガンダ映画だとヒステリックになるような内容じゃない。ただこういった反日演出によって韓国の動員が伸びたとするなら、これはねもう本当制作者サイドの勝利と言えるでしょう。おそらく作り手は韓国人の反日感情を煽ったというか、それをね興行に利用しただけで明確な反日感情を持ち合わせてはいなかったんじゃないかなと思うんですよね。そもそもこの映画に出てくる悪霊とか、あと朝鮮人売国奴となる朝鮮人の富豪など、まあ、出てくるわけなんだけど、まあ、その設定とか時代交渉がかなりガバガバなんですね。まあ、特に悪霊となる戦国武将、そもそもなんで戦国時代の武将なんだって話だし、朝鮮出兵だの関ヶ原の戦いだの、あと将軍がどうのこうのだの、なんかやたると設定がもう時代交渉そのものも適当すぎるんですよね。
つまりこの映画を見ただけではモデルとなる日本人のこの戦国武将が特定できないようになってるんですよ。で、このね、富豪をたぶらかしたというか支配下に置いた、軍人が一体誰であるのかとか、その朝鮮人が一体誰であるのかとか、モデルとなるもう日本人、まるで特定できないようになってるわけですね。本気で反日感情をこの映画でもってぶつけてくるのであれば、そこら辺の整合性はある程度詰めてくるはずですよ。だけど設定や時代交渉がここまでガバガバすぎては、もはや絵空ごとにすらならない。いや、むしろ史実とはかけ離れた異世界ファンタジーレベルになっているんですね。あと、ムーダンという巫女が登場して、まあ、祈祷儀式を繰り広げるんですけども、これね、やってることはね、陰陽師なんですよ。もう陰陽師のパクリと言ってもいいくらい。もうこれではもはや、日本を批判しても何ら説得力がありません。いや、っていうかもう、そもそも作り手も最初から反日プロパガンダとか、そういうつもりはなかったんだと思うんですよ。あくまでも鉄の杭を反日アイテムとして演出して、観客の反日感情を煽っただけなんですね。彼らの描く反日は、口臭を上げる手段に過ぎなくて、確固たる思想ではないんですよ。むしろオカルトホラーに反日要素を無理やりこじつけたといった感じなんですね。なので日本人がこの映画を見てもおそらくそこまで不愉快にはならないんじゃないかなと思います。むしろ、いや、反日とも思わないかもしれませんね。まあ、この映画を見てヒステリックになるんだったら、まあ、よほど韓国が嫌いなんでしょうね。とはいえね、韓国も韓国でこんなのがまかり通るくらいなんだから、いや、我々日本人も慰安婦の悪霊を撃退するオカルトホラー作ればいいと思いますよ。まあそんなことしたらね、先方は狂ったように怒り出すんでしょうけどね。まあ、もっとも日本人はね、そんな映画も撮りませんし、そういったこともしません。まあだけどさ、韓国の皆さんもバカみたいに怒らなくてもいいと思いますよ。確かに昔は韓国は日本の植民地だったかもしれんけど、今は日本が韓国の植民地じゃないですか。我々日本を支配する側の立場なんだから、金持ち喧嘩せずの精神をもうちょっと覚えてもいいんじゃない？今や韓国は日本より優秀な国家であり民族なんだから、過去の歴史を蒸し返してきて卑屈にならず、もうちょっと自分自身、自分の、精神というものに誇りを持っていただきたいなと思いますね。まあ仲良くしましょうよ。ねえ、同じ漢民族なんだから。個人的にはですね、反日映画って嫌いじゃないんですよ。反日もエンタメと捉えれば、これなかなか面白い作品も多いし、そもそも反日映画って中国にしろ朝鮮にしろ妙にクオリティが高いと思いませんか？日本憎しという苔の一念が作り手のポテンシャルを大いに引き出すんでしょうね。例えば中国映画で黒い太陽731戦慄石731細菌部隊の全貌という1988年の香港映画があるんですけど、皆さんご存知ですかね。この映画、日本がいかに残酷なことをしてきたかというあからさまな反日映画なんですけど、例えば日本軍が少年を生きたまま解剖するっていうシーンがあるんだけどね、これがとんでもないんですよ。何がとんでもないかって、だってさ、本物の死体、本物の少年の死体を使ってるんですよ。で、さらには動物を虐待するシーンも結構たくさんあるんだけど、まあ動物実験とかね、あれも全部本物の動物を使ってるんですね。いやいやいや、731舞台もひどいけど、こんな映画を作るおめえらも大概だぞと言いたくなるほどに、とんでもなく残虐なスプラッターシーンの連続に、見ている僕たちの平行感覚すら狂わされてしまいます。逆を言えば、モラルや倫理や道徳をまるで無視すれば、まるっと無視すれば、この映画とてつもなく恐ろしいほどに、おぞましいほどにクオリティが高い映画なんですね。ガチの反日映画って映像から伝わってくるエネルギーが格段に違うんですよ。もう何て言うんだろう、
憎しみと怒りが暴走しすぎて、映画自体がおかしなことになっていくんですよね。それは決して狙っては出せない衝撃やインパクトに結びついていきます。見ている僕たちは、わけがわからないエネルギーにただただひたすら圧倒されてしまうしかないんですよ。そういう意味で、じゃあこの映画、反日映画として見た場合、このパミョはどうだったかっていうと、その衝撃、インパクトがまるで感じられないんですね。まあ、はっきり言ってしまえば、この映画、なんちゃって反日映画なんですよね。反日はあくまでネタでしかないし、そもそもノイズマーケティング、広報戦略で、もうそれ以上でもそれ以下でもないんですよ。ただそのノイズマーケティング手法がうまくいって、ここまでのヒットを遂げたとするのであれば、まあ、韓国人の反日感情はまだまだ根深いのかなと、まあ、若干失望を覚えそうになってしまうとこなんだけど、対して逆に果たして本当にそうなのかなという疑問も残ります。なぜなら韓国ではアニメとかゲームとか日本のコンテンツはヒットしてますよね。まあ日本のアイドルなんかも結構人気あるみたいですし、本当に彼らが日本が憎いのであれば、こういった日本の数々のコンテンツを親しもうとはならないでしょう。もし作り手たちが、この映画の作り手たちがプロパガンダ映画を意図していたとしても、特に若い世代の韓国人には響かなかったんじゃないかなと思います。まあもちろん日本をよく思っていない若者もそれなりにはいるんでしょうけども、日本文化を愛して親しむ人はそれ以上に存在するんだと思います。でも結局それって日本人も同じことで、一定数韓国嫌いな人はいるけども、韓国カルチャーは多くの日本人が楽しんでいますよね。何度も言うけど、そもそも本作は反日プロパガンダとしての体を成してないと思います。つまり反日映画じゃないというわけですよ。だけどそれなのに、まあ、こんな程度の反日演出でヒステリックが止まらない人は、まあ、お医者さんとかアングリーカウンセラーとか専門家に見てもらった方がいいと思いますよ。でこの映画ね、まあ相対的総合的に面白かったのかっていうと、まあ1300円佳作なので、まあそこそこですね。ただ映像はすごかったですよ。それなりに映像は迫力があったし、まあ、なんたってあの戦国武将がね暴れまくるっていうね、実体化した戦国武将と彼らが戦うとか、もうわけが分かんない展開だし、で結構ねその後のストーリー展開はかなりガバガバというか、もうぶっちゃけ雑なんですよね。だから何が起きているのかとか、要するに結局こういったあの悪霊もの、エクソシストとか呪いとかっていうのは、いかにこの悪霊の弱点とかね、そういったこの超常的な現象が起きたとしても、その法則とかね、そういったものを解き明かして、その呪いなり悪霊の法則を、理解把握することができれば生身の人間でも対抗しうるという、ある種のこうミステリー、ロジカルなミステリー要素があると思うんですけど、まあ、特に例えばねリングなんかそうでしたよね。あの貞子という超常的な、まあ、亡霊存在なんだけども、貞子には貞子なりのちゃんとした理屈、ロジックっていうのがあって、呪いですね、その呪いにはロジックってものがあって、その法則を見破ること、看破することができれば、主人公たち生身の人間でも貞子に対抗することができたじゃないですか。だからこそ面白い。あのリングっていう作品はホラーでもあるけども、同時にロジカルなミステリーでもあるんですよね。じゃあこのパミョムはどうだったかっていうと、そのロジカルさがないんですよ。なんだかよくわかんないけども、思いつきで、主人公たちは思いつきで、悪霊に立ち向かっていて、なんだかよくわかんないんだけど、結果的に悪霊を撃退することができましたっていうね。うん、見ている方としては、なんで悪霊に勝てたんだっていうね、なんで悪霊があそこで負けてしまったのか、撃退できたのかっていうのは、なんだかよく分かんなかったなということで、まあ、そこら辺がね煮え切らないんですよね。正直ホラー映画としての出来はあんまりよろしくないかな。先月レビューしたカン・ドンウォンのホラー映画、あれもエクソシストもんですが、憑依ってがね、まあ、あれもいまいちだったし、いやーでもこれね、今年は本当にホラー映画たくさん
公開されて上映されましたけど、いや数の割にやっぱり今年はね不作だなと言わざるを得ないですね。